ウイストローム250は、鈴木が製造している、デュアルパーパスタイプのオートバイである。2016年に生産を担当する中国の現地法人である、常州合尺鈴木真拓舎有限講師が、GSX250R と共に先行発表を行い、同年のミラノショーにて、グローバル展開する車両として発表された。国内モデルとして2013年発売の、 V ストローム6502014年発売の V ストローム1000に続く V ストロームシリーズ第3弾となる。同シリーズの上位モデルである650.1000が V 型に気筒エンジンを搭載しているのに対し250は価格面、車重面を考慮し直列に気筒エンジンを搭載している。 2017年7月6日より日本国内向け仕様の V ストローム250が発売された。車体は同時開発の GSX250R と共通化しつつ独自の部品を装備する形でデザインされており乗車ポジションは全体的に高めとなっている。フロントアキソンの V ストロームシリーズをイメージしたものとなっているがスクリーンと 単眼式ヘッドライトは専用品となっている。ハンドルはアップタイプとなり、ナックルガードを装備、リアにはアルミ製アシストグリップ剣王型キャリアを装備するほか、アンダーガードやセンタースタンドも装備する豪華な内容となっている。エンジンは GSX250R と同型のものが搭載されている。前後ホイールも GSX250R と共通で、 ABS は搭載されていない。なお海外向けには ABS 搭載車も販売されている。液晶メーターも GSX250R と共通のものが装備され、スピードタコメーターやデュアルトリップメーター、ギアポジションインジケーター、平均燃費計、オイルチェンジインジケーター、燃料計、時計を表示するほか、ディスプレイ横には人意に設定した回転数で点灯する。 エンジン RPM インジケーターが配置されている。2018年10月にマイナーチェンジを実施。カラーリング及びマフラーカバーの変更と輸出仕様に存在した ABS 仕様が追加された。201610マヒロカイ、合木まメンデアや合尺。2016年10月25日、鈴木、ミラノショーで海外向け二輪車の新型モデルを発表。鈴木広報。 2017年7月20日閲覧。欧州モデルとしては、V ストローム1000の前身として、2002年より DL1000 の名称で発売されていた。鈴木 V ストロームシリーズの新型モデル、V ストローム250を発売。鈴木広報。2017年7月20日閲覧。鈴木 V ストローム250車両。 解説ウェブミスターバイクハット、鈴木 V ストローム 250ABS 鈴木、2017年7月20日閲覧 V ストローム250をマイナーチェンジ同時に V ストローム 250ABS 仕様を発売ウェブミスターバイク。2 0 2 0年4月4日閲覧ありがとうございます